アリサです。今回はアリサのじゃじゃんバッグの中身紹介をしていきたいと思います。ティアラチャンネルで、これはですねサンキューマートさんで購入したバッグです。ハートのね、かわいいファーになってて冬にぴったりなので買いました。ファスナーのところは黒色です。これは白と黒もありました。じゃあ開けます。開けます。これは普段使っているものです。中身はじゃん、こんな感じです。見た目から紹介していきます。まずこのキーホルダーはバービーのクリーナーチャームです。バービーの模様がついてて可愛いです。じゃあ紹介していきます。まず1つ目、じゃん、これです。これはのど飴。最近笑えてて喉がカラカラになるからこれを使ってます。でね、これねミニオンの、ね、顔が飴についてて可愛い。見る？じゃあ2つ目、2つ目はティッシュです。これは100均でたくさん入ってて100円で購入しました。じゃん、携帯、携帯、キッズ携帯です。じゃあ次ね、じゃん、ハンカチ、ハンカチとティッシュは入れてます。で次がじゃん、ペッツの機械。これね、あのねペッツ入れてたんですけど食べたこれもう中身はないけど、じゃん、変装メガネ、こうやってね。あと帽子ね、マスクだったら曇っちゃうから。次ね、次はクッシー、クッシークッシー、クッシー紫のかわいい。これね静電気もね抑えられるからいいよ。じーやん、じゃじゃん、お金。これねちょっとちょっとじゃない、ちょうどいい、ちっちゃい、ちょうどいいサイズだからその手に持ちやすいです。あとこの中にピッが入ってます。あ、あと1個、最後はじゃん、口紅。これね赤すぎるからちょっとだけてんてんてんってして使ってます。はい、以上です。ティアラチャンネル。ということで今回はアリサのバッグの中身紹介をしました。みんな参考になったかな。以上、アリサでした。またねー。